スノーマン、岩本テル、ヨガ&ピラティスでもポテンシャル発揮。ターザン、表紙に登場。スノーマンの岩本テルが、9月21日発売のフィットネス総合誌、ターザン、865号の表紙に登場。横隔膜を鍛えるための2メソッドヨガ&ピラティスに挑戦し、肉体の潜在能力を披露する。岩本が初めて紙面に登場したのは2018年。そこから5年もの間、本誌連載で並外れた肉体の潜在能力を見せつけた、ミスター・ターザンが挑むのは本特集のテーマでもある、横隔膜を鍛えるための2メソッド。そもそも横隔膜とは人間が呼吸するときに使われる筋肉で、普段意識することの少ない横隔膜をしっかりと動かし、正しく呼吸ができていれば、日々のコンディショニングにもつながる。30歳を迎え、より体のケアを念入りにしていきたいと考える岩本にとっても、この横隔膜が鍵になるかもしれない。そこで、それに役立つヨガと、ピラティスのトレーニングを提案。普段、柔軟運動を行わない岩本にとって、体の柔らかさが一つの鍵とも言えるこのお題は少々意地悪だったかもしれないが、この男にそんな心配は全く不要だ。